来ちゃいましたガーデンズ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、ちょっと皆さん早速来ちゃってます私。はい、もうあのね、いやもうこれ本当に楽しみで、オープンしてからねずっと来たかったのがなかなか来れずに、はい、いやとうとう、はい、来ることができました。いやこんなおしゃれな空間ね通りながら、はい、まああのめちゃくちゃ場所分かりにくいです。はい、ということで私がやってきたのはあの高南さんが手掛けるガーデンズ梅北になります。いやーめっちゃ楽しみ。はい、ということで、かなり混んでおりました。もう私が来たのが週末でして、混雑回避のためのね入場制限なんかも設けられておりました。ただねそんなに待つっていう時間もまあなくて、10分ぐらいでね中に入れたかなと思います。はい、このバックライト皆さん見覚えありますよね。はい、そうなんです。さあということで、いよいよ私の番になりました。あ、入り口入ったらですね、まずこのウェルカムチンキなんやねんっていうね、いやもう本当に私びっくりしました。もうすべてのねホテルのウェルカムこれにならんかなと思うぐらい本当に、いやもうビカクシダだったりね、もうなんかもういろんな植物本当にもうてんこ盛りでした。今回私が訪れたガーデンズ梅北は、梅田というね大阪の都会にありまして、水と緑をもっと身近にというコンセプトで、アクアリウムとそして植物、はい、これが組み合わさったショップになっております。いや本当に私のためにねあるような店、いやちゃうか。はい、ということで、まあ、これね皆さんこの空間見てください。はい、もう私見た瞬間ね、もうね、いやーもうトールマンやんってねもう自分の中でも突っ込んだぐらいね、めちゃくちゃトールマンさんでした。はい、そうなんです。実はねこの空間江南商事が母体となってるんですが、このアクアリウム関連はあのトールマンさんが手掛けているということになるんです。はい、見てください、もうこのね圧倒的トールマン感もうめちゃくちゃトールマンでしょ。で私もねトールマンさんって何度か行ったことありまして、八尾にありますね本店の方も、はい、足運んでおりまして、いやそこをね本当に想起させるような、いやいかにもトールマンさんのね特徴的なレイアウト水槽、いや本当に綺麗でした。でちなみに今回週末ということもありまして、子供とね、妻一緒に家族で来ました。で子供も開始5分ぐらいでねもうだだこね出しまして、もうすぐに外出て行ったので、今ね私一人で楽しんでるっていうね状態でして、いやもうめちゃくちゃ見てくださいこの魚もね、いや本当に美しい。はい、でレイアウトもこのようにですねお魚さんたくさん泳いでいてね、本当に壮大な景色、いや素晴らしいですね。で今回私撮影しているのが実は iPhone 16 16になります。でこの16のシリーズからマクロ撮影がねこの無印にも入ったっていうことで、いやもうこれ買うしかないなと思いまして、このマクロ感もねちょっと試しながら撮影しております。はい、見てくださいこれね、パルダリウム関係もね、いや最近やっぱ流行ってますよねこの植物関係っていうのが、はい、非常に流行っておりますので、まあ、こんな風にずらーっとこのねトールマンさんがレイアウトしたパルダリウムが飾られておりました。でこのアクアテラリウム水槽とかもすごいですよねこれ、いやもう本当にね、いや美しい。はい、でちなみにこれ全てね撮影 OK ということで SNS のアップも可能だと、ただねお客さんの顔は映さないでくださいというふうに書かれておりましたので気をつけて撮影をしております。はい、これマクロ撮影してるんですけどどうでしょうか。いやなんかねこう手動で、切り替えるタイプじゃなくて基本こう自動なんですよね。まあ、この辺がね手動でできたらもっと使いやすいなと個人的には思いながらの撮影になっております。はい、ただねめちゃくちゃこうやってね拡大して魚の、はい、美しい様子見ることができて、いや非常にねいいです。はい、レッドデビルエンゼルフィッシュまだね色上がってないかなっていうふうには思いますが、はい、でこれねレイアウトコンテストに出されてる水槽も4台ぐらいですかね、はい、あの出てまして、いや非常に美しかったですね。でこれね一式買ったら50万ぐらいするということで、これね妻が見た時にですね、いやこれ50万で売れんのと言ってまして、まあ、私の水槽もねじゃあ50万ぐらいで売れんちゃうみたいなね、寝ぼけたことを言っておりまして、いやもうね何にも分かってへんなとこう下打ちを打ちながらですね、はい、思ってたらもうすぐいなくなったんで、はい、もうここからは私のね、いやもう眼福ですよ、至福の時間。はい、もうめちゃくちゃ見てくださいこれ、もうこれほんまに美しい。このアクアテラリウム水槽すごくないですか。こんなレイアウト無理やでと思いながらね、いやこれ皆さんタダで見れますからね、水族館じゃないですからね、いや本当にもう
いやもうありがたいなと思いながら、はい、まあ、この辺もねレイアウトコンテストに出されている水槽だと思います。いや本当に美しい、この水上にねある植物だとか、まあね突き出る流木、いや非常にねもう見応えのある壮大な風景景色になってますよね。こうやって見てるとまたね八尾にあるトールマンさん本店にもね足運んでみたいなと思うんですが、なかなかこう距離も遠くて、行きづらいっていうこともありますよね。でこちらはですね大阪の梅田にありますので、非常にね都会です。はい、まあ、電車で行けるっていうところが、まあ、メリットになるかなと思いますので、ぜひ皆さんもね足運んでほしいなと思っています。いやもう本当に私にとっては楽園のようなねこの場所、はい、いやもうこれ大好きですよ私。もう何度もねもうぐるぐるして同じところ何回も撮影して回っておりました。で当然ですねこれアクアリウムショップでもありますので、このように石とか流木も売っております。はい、で、主にこれやっぱりレイアウト水槽ごとね、買うっていうのはトールマンさんのこう特徴でもあると思いますので、まあ、そのコンセプトっていうのはそのままに普通にこのアクアリウムショップとしても水草も置いておりますし、まあ、いろんな機材ですよね、水槽であったりだとかフィルターであったりとか、そして ADA 製品とかたくさん各種揃えておられました。で実は売り場面積自体はそれほど大きくないとは思いますが、そこにですねいろんな製品がね詰まって、はい、コンパクトに、まとまって置かれているそんな印象がありました。はい、アクアリウムトールマンさん手掛けるショップ、いや非常にですね美しいですね。でそれだけじゃなくて実はここ植物も置かれております。こちら盆栽ですね。これ私ですね盆栽めちゃくちゃ興味あるんですが、いやなかなかこれね外でやっぱりやるものということもあってですね、まあ面積的に私あんまり広いにはありませんので、盆栽にはなかなかね、手を出せないかなと思ってはいるんですが、いいお値段しますねこれ。はい、もう見た目と同じく立派なお値段されておりました。いやもういつかね手出すんちゃうかなと思いながら、いやもうこれもハマってしまうとねもう本当にもう沼なんでしょうね。はい、まあ、もうちょっと私はね、まあ、盆栽早いかなと思っておりますので、であとはですね通常の植物観葉植物も当然置かれておりました。だいたいですねアクアリウム3分の1で植物3分の2ぐらいかなっていうね、それぐらいの売り場面積でした。でこれビカクシダも吊るされておりまして、でその下にはコケリウムとかもありますよね。いや本当にねこれ多ジャンルがこの中に入っておりまして、いやもうめちゃくちゃ私にはねもうど真ん中ドストライクの店です。もうさながらこれ植物とアクアリウムのテーマパークですよね。こんなテーマパークね皆さん入場料タダですから。はい、であとタンクブロメリアとかもありますよね。いやもうこれも本当にいいですね。私もねブロメリア、まあ、一株だけ、持っているんですが、これちょっと思わず買いそうになったんですけど、私電車で来てますので、これ持ってねなかなか電車移動きついなと思って、はい、いや買わずじまいだったんですが、まあ、これもですねこれモンステラの斑入りですね。いやこの辺もね結構いいお値段するんですよね。でなんやこの壁にかかってるどでかい植物とか思いながらね、いや本当にめちゃくちゃ楽しいですこの空間。はい、であとはですねこの辺サボテンですね。はい、サボテンとかもありました。私この辺はですね、実は持ってなくて、まあこれもね多分ハマる人めちゃくちゃハマるんやろなと思いながら、はい、見ておりました。この辺のサボテンコーナーもね結構充実しておりました。はい、でここからがね私も最近ハマってるコーナーです。この辺はアロエなんですが、アガベもちゃんとありました。まあ、ちょっと品数的にはねそんなにめちゃくちゃ、たくさんあるっていうわけではないんですが、この辺のね珍奇植物もたくさんね展示されていて、いや本当にねもう見てるだけでワクワクしました。お値段的にはですね、そうですね、まあまあその安くはないかなっていうふうに、はい、思いました。ただ私はですね、そもそもこの実店舗でアガベとか買ったことがあんまりないですので、基本的にこうフリマアプリとかオークションですよね、それで、買ったりしてますので、あんまりねこの辺の値段感っていうのはまああんまりわからないっていうのが正直なところです。はい、まあ、いろんなねこの鉢植えに、入れられた植物たち、いやもう本当に至福の時間でした。はい、であとはですねこれドライフラワーですかね、まあ、この辺も、ね、売られておりました。はい、であとはですねパキポディウムとか開墾系の植物も当然置いてあります。いやすごいですねこの品揃えっていうか種類がすごい、数自体はねそんなに多分多くないんかなと思ったんですけど、あ、いや種類が本当にすごいです。この辺エアープランツもありましたね。
このようにね、幅広い商品が置いてあるっていうのがここのショップの特徴だなと、はい、思いました。やっぱりね、いろんなこう趣味の方っていうのを引きつける魅力ありますよね。はい、パキポディウムすごくね、いい立派なサイズのものも置いてありました。お値段もね、立派でした。はい、まあ、なかなか私にはね、買えないかなと思いながら回っておりました。で、あとはですね、この辺ハウルチアですね。私も最近ハウルチア少し持っているんですが、はい、いや、非常に立派なハウルチアも売られておりました。で、これ本当に一生折れるわと思いながらね、もう何度もね、ぐるぐる同じところ回っておりました。で、あとはね、吊るされている植物たち、いや、これめちゃくちゃでかい、これなんなんと思いながら、いや、非常にね、私興味ありますね、こういう植物たち。で、あとはですね、当然鉢植えとかも売っておりました。かなりね、サイズ感のある鉢植えもね、置いてありました。これどうやってね、私電車やったら持って帰るんかなと思いながら、一応ね、駐車場とかもあるみたいです。で、怪獣プランツさんのね、製品とかもありましたね。一応ね、ライトとかも多少は、はい、置いてあったような気がします。で、この辺はですね、園芸用の、まあ、工具になりますかね。いや、結構いいお値段しますが、はい。で、あとはこの辺に小さな鉢植えもありました。いや、これね、私結構好きです。アガベとかパキポディウム、あとはね、この盆栽とか入れるようなものになるんですかね。いや、非常にいいですよね。でも、やっぱり私が好きなのはこの空間ですね。もうトールマンさん手掛けるところも何度も本当にね、同じところ、いや、見ちゃいます。いや、中でもこのアクアテラリウム最高です。もう何時間でも折れる。私多分で2時間ぐらいいました、一人で。はい。で、トールマンさんといえば山田社長ですよね。これ実は隣、左にね、ちらっと映ってると思うんですが、これ実は、はい、山田社長さんです。いらっしゃいました。で、私の横で商談されてまして、実際ね、買っておられました。いや、すごいですね。で、これね、上、これ皆さん気づかないですよ、こんなところ、キューブガーデンのスペリアありましたからね。いや、これこんなところ気づかんでと思いながら、はい。で、あとはですね、なんかこういろんな、スペース、これ多分ね、体験コーナーだと思います。そういうのもあったりしました。いや、本当にもうね、いやー、もう至福の時間ありがとうと思いながらですね、はい、もう最後ちょっと出口の付近もね、ブロメリアたちがね、別れを惜しみながらこう手を振ってくれてるわけですよ。はい、もう、いや、何もこれ、もうほんまにね、可愛い、はい、もう買っちゃいそうになるぐらいね、めちゃくちゃ可愛い空間でした。はい、もう名残惜しいんですけどね、もうさすがに2時間ぐらいね、嫁子供ほったらかしてずっと一人で楽しんでたので、さすがに出ました。で、出たらですね、この辺、はい、もう最後の最後もね、植物外に置かれておりました。ちょっと小ぶりなね、アガベとか植物置いてありました。いや、もうね、この空間本当にすごい。こうなんだったらこうなったとかね、言ってる場合じゃない。もう本当にこれ、こうなん、これこうなんかってね、もう何度も私自問自答しましたからね。私の知ってるコーナーはね、ここにありませんでした。はい、ということで、今回はガーデンズ梅北講談さん手掛けるアクアリウムと植物の融合ショップに行ってきました。いや、もう本当にね、もう参りました。はい、もう私参りました、講談さん。やっぱこのアクアリウムと植物ってね、やっぱ親和性高いですよ。それにね、気づいてくれたっていうのがね、もう本当に嬉しい。いやー、もうね、いや、アクアリウムオワコンとか言ってますけど、いや、ちゃうよ、これ始まったよ。始まったで、完全にこれとね、思いながら、はい、いや、もう本当に入場料タダでね、申し訳ないなと思っても後にしまして、やっぱりね、買いました、入場料。はい、ということで、皆さんいかがだったでしょうか。いや、もう本当にね、これね、夢の国でした。もうテーマパーク、いや、楽園、なんなん、もうこれもうね、言葉が思いつかないぐらい最高の空間でしたね。もう本当に私にとっては、いや、もう一日中折れる。しかもね、周り結構カフェとかいっぱいあるんで、まあ一回入って出てね、まあ、ちょっと休憩してまた入るとかもできるんで、いや、もう本当に皆さん、これね、お近くの方はぜひ行ってほしいですし、はい、この都会にね、こういう店があるっていうのはすごくいいですよね。まあ、やっぱり江南さんって、まあ、江南さんおっしゃってましたけど、郊外ね、都市型じゃなくて、やっぱり田舎にあって、こう車で行くっていうような店だったのを、やっぱりそこでもね、アクアリウムとか植物の売れ行きいいということで、それを集めた店に、されたっていうことなんですよね。いや、もうこれが盛り上がったらね、こういう店増えてくれるんちゃうかなと思って、いや、コーナーさん応援したい。いや、もう本当に課金しまくりたい。いや、もう近くにね、もうぜひ欲しい。い
いやーもう店でしたね。はい、ということで本日は江南さん手掛けるガーデンズ梅北に行ってきました。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。